ですよね。嫌いじゃなかったならよかったです。ここ美味しいですよね。前に萌木先輩に教えてもらってよく来るんですよ。そうですね、訓練の後やクエストの後、とっても疲れた時でしょうか。なんだかわかりやすいですね。でも本当に美味しくて、ここのケーキを食べた次の日は元気元気なんですよ。だから先輩も明日を楽しみにしててくださいね。はい、いつもさっきみたいなことを考えながら戦ってるんです。リナ先輩には気が散って危ないって言われました。萌木先輩はたくさん考えてみてって言われました。みんなとっても優しいです。私のことバカだって言いませんし、一緒に考えてくれたり、書いてる本がないか探してくれたり、私にはもったいないくらい夢みたいです。魔物さんとも仲良くしたかったんです。だってクリスマスに魔物さんとお話しした時、私怖いと思わなかったんです。すごく優しそうで、私たちと話せたことを喜んでて、それで戦わなきゃいけないのが寂しそうでした。もっと早く知ってたら、もっと私が強かったら、何かできてたかも。もちろんすっごくすっごく難しいことだと思います。ものすごく強いコズミックシューターさんでもどうしようもなかったですし、でも強くなったらできることが増えるんですよね。そのできることの中に魔物さんを助けられることがあったかも。私が強くなっても何もできないかもしれません。でももう何もしないままいるのは嫌なんです。だから先輩、見ててください。私がちょっとずつでも強くなっていくところお願いします。